はいおはようございます、えー。今日は5月22日木曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。えー、今日のニュースは6個になります。昨日の半分ですね。はいでまた最後にコメントを紹介させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はいでまず1つ目、1つ目はジェミニの話なんですけど、 えっと、大学生向けですね、これは日本の大学生も含まれるんですけど、ジェミニアドバンスドが15ヶ月無料で使えますよっていうキャンペーンですね。で、これ、あのまたすごいキャンペーンだなって思うんですけど、あのどうやらですね、ドメインが結構限定的で、結構ね、ダメだったっていう人、多いんですよ。 X でも見かけるしあのディスコードコミュニティメンバーのね大学生の方がやってみたけどダメだったっていう話もあの聞いたのでこの限定性の厳しさどうなんだろうなってちょっと思うんですよね。あのカーソルもなんかその限定のドメインじゃないとダメだったっぽくってこれいいキャンペーンなんだけどその辺厳しくしすぎて逆に不満出てないかなっていうのがちょっと。 個人的に感じてるところですね、はい、やるならなんかもうちょっと広げてあげたりとかあの特に日本の大学だったらこのドメインが多いなとかっていうのをちゃんとリサーチした上でやらせてあげてもいいんじゃないかなと、はい、正直には思っております、はい、ただまあこういう取り組みはねあの重要だと思うので今後もぜひやってほしいなと大学生じゃないですけどやってほしいなと思っております、はい、で2つ目2つ目は ジェミニ2.5フラッシュですね。これがあのチャットボットアリーナですかね。のえっとランキングで上位に入って、で、なおかつ O3 を超えたと。これがジェミニ2.5フラッシュの0502ですね。あの、この前アップデートされたやつが O3 をランキングでは超えてると。これすごい話ですね。まあ、正直本当かよとは思うんですよ。 まあこ,のこのランキングが全てじゃないんで実際のところどうなのっていうのはやっぱりあるとは思うんですけどで個人的な体感値だとその O3 を超えたかどうかと言われると超えてないなとは思いますはいただ実際に僕はこの2.5フラッシュを新しくなった方ですね新しい方の2.5フラッシュ使ってみて良くなったなとは感じます、はい、僕今あのオブジ の中であの API を設定してこの2.5フラッシュを使ってるんですけどそれだとあの結構ね出力もやっぱ早いのとあとはそのメモをまとめてでまとめたメモの中からアイデア出しをするとかブログ記事の構成のあの見出し書き見出しを作るとかっていうのねさせたんですけど前よりもねいいなってあ,あの個人的には思いました。はい なんかその辺の話もそのオブジディアンの中で API 連携してこのジェミニ2.5フラッシュ使うっていうまあやり方も含めてあのご紹介できたらなと思うのでまあその辺ちょっとね動画撮ろうと思ってます、はい、そういう使い方の中では良かったなと思ってますただ O3 は超えてないだろうなと僕は思ってはいるので、まあ、これはやっぱりそれぞれの,かあの人によってね体感値が変わってくると思うので まあもしこの辺なんかこういう感じだったよってあればコメントで教えていただけると嬉しいです。はい。で、3つ目。三つ目はジェンスパークの話なんですけど、このジェミニの、まあ、新しい画像生成のね、イマジェン4の、まあ、プレビュー版ですけど、これを、えっと、ジ,ェミニジェミニ、ごめんなさい、<laughs> ジェンスパークの,あの画像生成の方ですね。まあ、それで使えるようになりましたっていうやつですね。僕まだ試してなくて使ってないんですけど、 やっぱりクオリティかなり上がってるらしいので、これはちょっと楽しみですね。はい。まあ、これ一回僕も使ってみようかなと思います。実際のクオリティとか、あとは日本語のプロンプトをどれくらい、ね、理解してくれるかとか、あとはクレジットの消費とかですね。その辺を確認してみたいなと思います。はい。で、4つ目。4つ目はクロード4の話なんですけど、まあこれに関しては、もうやっぱりあの、 くるくる詐欺がねずっと続いてるので、まあ、あんまり過剰期待しない方がいいんじゃないかなとは思うんですけどあのどうしても僕自身がクロードが好きなんでこういうニュースが流れると反応しちゃうんですよはいなのでまあ毎回毎回ピックアップして申し訳ないんですけどまあ実際すぐ来るのかどうか分かんないですしオーパス来るのかどうかもまあやっぱ定かじゃないですねなんか使っっててみたたいう人たち のポストがちょこちょこあの出てたりはするんですけど、まあ、どうなんだろうなぁとは思いますね。まあ、今回 Google がすごいたくさんあのリリースをしたので、まあ、負けないように OpenAI、まあ、もそうだし a n ソ o ピッ p i c も仕掛けてくる可能性はありますけど、うんまあ、あんまり過剰期待しない方がいいかなと個人的には思っております。はい。で、五つ目。5つ目のニュースは、 えっと僕ちょっとねこれ中身があの理解できてないんですけどひとまずマヌスとマイクロソフトが協力関係になったっていうことが僕にとってのニュースです、はい、実際に中身どうしていってるとかは YouTube でいろいろ喋ってくれてるんですけどちょっと英語だったんで僕あんまり理解ができてなくってだかなんかあのコーディング能力が上がってるとかまあなんかそれっぽいことを喋ってはいたんですけど まあ今後、一緒に協力ししながら展開していくんですかねはいまあ僕の印象だとあの実際にちゃんと動く AI エージェントとかそのエンドユーザーの僕らがあの AI エージェントってこういうことなんだっていうのを体感させてくれた一番最初の AI ってあのマヌスだろうなと思ってるのでまあそのマヌスがマイクロソフトと協力して今後どう動いていくか。 とといいうのはは注目したいなと、はい、個人的には思っております、はい、で最後6個目6個目はちょっとね今までと趣向を変えてなんですけどあのこの AI でサボローチャンネルさんのこの動画一番最新の動画ですね AI は会話を重ねると迷子になるっていうこのね論文を解説してくれてる動画があるんですよこれが結構あの面白かったんであのよかったら見てみてください なんかいっぱい会話していくと精度が下がっていくっていう研究の論文が出たらしくってでそれについて結構ね分かりやすく解説をしてくれてますはいでこの AI でサボろうチャンネルさんのこの方もこの論文の解説って初めてだったみたいであの反響があれば続けますみたいなことを言ってたので個人的にはねやってほしいなと思いました <laughs> はいで あのまあ、ちょっとね、ネタをパクる形になっちゃいますけど、僕も論文解説とかね、ちょっとやってみたいなとは個人的にはね、思ってるんですよね。ただ、まあそれをどういう形にしていくかとかは全然決まってないんで、まあその辺需要があるかどうかもわかんないですけど、はい。まあ、一回やってみようかなと個人的には、はい、思っております。という感じですかね。はい。6個のニュースを紹介させてもらいました。はい。で、ここからはコメントを紹介させていただきますね。 グーグルの発表があった中で、ノートブック LM の,の音声概要ですね、あれの長さが3段階で選べるよっていうアップデートが入ってるんですけど、それについてですね、あのノートブック LM のロングバージョンは言語設定が英語なら、プロでも使えますよっていうコメントをね、いただいたんですよ。はい、で、これ、実際に試してみたんですね。実際に試してみたら、あのちゃんといけましたね。言語設定ここの 出力言語っていうのをイングリッシュにしてであの言語長めに設定したら20分いけましたはいでこっちが日本語で作った方なんですけど言語設定を日本語にしたやつですねでそれで長めにしたら8分だったんで結構差がちゃんと出てますねうんなんで英語だったら長めにできるんで、まあ、例えば これをしっかりと長めの音声概要にしたいなってあれば英語になっちゃいますけどあの言語設定英語にすればいけますねでまあこれをまたダウンロードしてあの文字起こしして日本語に翻訳してとかって使えばまあそれなりの量の文字起こしというかであの情報量で扱うこともできるんでまあこれはお好みでっていう感じかなと思いますはい教えていただいてありがとうございます試せてよかったです、はい という感じの、えー、と6個のニュースとコメントを紹介させていただきました。まあ、個人的には、まあ、やっぱりジェミニ2.5フラッシュのニュースですかね、まあ、O3 を超えてるっていうのはあのスコア的にね、超えてるんで、この事実は確かにすごいなと思います。はい、ただやっぱ実際に自分が使ってみてどうかっていうのが一番大事だと思うんで、まあ、この辺もまた共有をさせてもらえたらなと思います。はい、というわけで以上です。